こんにちは、皆さん。今回は新しいシリーズとして SCP サバイバルをやっていきたいと思いましょう。SCP についての説明はこちら。自然法則に反した場所、物品、生物、現象なんかを収容している架空の団体のことを SCP 財団っていう風に言うそうです。で、その SCP を収容するための難易度のランク付けとして、オブジェクトクラスってのがあって、オブジェクトクラスには、セーフ、ユークリッド、チェテルっていう難易度みたいなのがあるのよ、収容難易度。セーフが、比較的簡単に収容できる。ユークリッドは、現段階では一応収容はできてる。チェテルは、収容できてないか、もしくは収容するには複雑な手順が必要。他にもオブジェクトクラスはあるよ。細かい点とかはコメント欄にいる有識者さんが教えてくれると思います。以上！以上じゃない！本編へどうぞ！今回のサバイバルは、そんな SCP が大量に出てくるモッドを使ってサバイバルをしていきたいと思います。導入モッドは SCP 関連のモッドとオプティファインとカットオールとマインオールです。このモッド実況の目標は、すべての SCP を、見つけて僕収容したいと思う。収容施設ってのがね、SCP の世界にはあって、異常存在じゃん、SCP って。一般人の目に溢れちゃいけない存在なのよ。そんな存在を封じ込めていく、施設を作るって感じね。僕 SCP のモッドって正直言って全くね知らないんだよね。その名前しか聞いたことない。一回ハイフワールドで遊んだっきりでね、全く遊んでないのよ。いろんなねアイテムがねこの通りたくさん追加されてんのね。うわーって。でもどれもこれもねレシピも何にもわかんねえから手探りでやっていこうとは思うよ。インフォメーションとタブレット。ちょっと後でそれ作ってみよう。鉄印ごと2個とガラスブロックでできるってことは結構簡単な素材なのかな？地下に潜ろう。このモッドなんか SCP のね、収容所みたいのが自然生成されるらしいの。そこにもちょっと行ってみたいなって思ってる。生成される SCP のサイトは、まあ、決まってるっぽいから、だからあんまりバリエーション豊かな SCP がスポーンするっていうことはないらしい。基本的に SCP はレアというか、まあ、人工的にスポーンさせるのが基本らしいんだけど、こちらゴッドクォーターピピエマージェンシーエマージェンシーエマージェンシーの意味はわかんないけど、こちらゴッドクォーターこちらゴッドクォーター羊を3匹確保しました。鉄を一括で破壊できるのでなん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 でやめろ、僕は死にたくない、やめろ、ほらほら、よし、ちょっと逃げときます。あの形はもしかして村かな？なんで僕 SCP のモッド入れてさ、SCP の施設、収容施設が見たいってのに先に村見つけちゃうんだよ。これじゃあほのぼのマイクラ実況じゃねえか。ふざけんなよ。人参畑がある。食料を今から取ろうと思う。でも僕は、その村とか行ってさ、全部バーって取る人いいんじゃん。僕そういうのあんま好きじゃなくてさ、ちゃんと成熟した野菜とか食べ物を取りたいなって思う人なんですよ。あ、本だ。本は、もらっておこう。SCP モッドにさ、本っていろいろ必要そうな気がしない？ザ・オフィシャル SCP コトログ、カタログ。これは？テレキルオア。テレキルオア？テレキルオアってやつと、さっきの本ってやつをクラフトしたら何かが手に入るようだ。テレキルオアって多分オアっていうくらいだから、洞窟にあると思うよ。で、その洞窟を探すためにまた地下に潜んないといけないの？早く SCP の収容施設作りたいっていうのに、ほんと親切じゃねえな、このモッドは。なんで僕はモッド実況やるときに限ってこういうさ、地形生成が運悪いの？クリエイティブで生成したときはポン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 見つかるはずなのに、テレキルオアをとりあえず探そう。こっち来んな。こっち来んな。やめろ、バカ。バカ野郎。なんであんなモブがたくさんいるんですか？僕ってそんな悪いことをしましたか？ SCP のモッドだよな。なんでこんな普通に。ああ、びっくりした。こんな普通のマインクラフト実況みたいなことを。しないといけないんだよ。こっち来んな、こっち来んな、こっち来んな、ほらはい、残念。はい、あー、びっくりした。はい、残念。僕の勝ち、お前の負け。クリーパーだからって調子飲んじゃねえ、バカ野郎。大丈夫、今回はちゃんとアイテムとかちゃんとロストする設定だから、だからぬるゲーって感じじゃないよ。死に対してちゃんと重みがある、そんなモードだから、ゲームルールを変えたりはしていません。ラピスラズリ鉱石だ。嬉しいな。ゴッドクォーターはなんて洞窟とかにたくさん恵まれて、嬉しいな。SCP の要素とか触れたいな。
ゴッドコータンはなんでこうサバイバルするときは運が悪いんだ。やっぱ先にこのシード地だな。ふむふむ。あ、こうやってクリエイティブで先に生成して、お、ここら辺にいい感じのシード地があるな。では、今回のサバイバルはこのシード地を使ってあたかも新規作成したかのように振る舞おう。つって、はい、こんにちは。今日からサバイバルをやりましょう。つって、あらかじめ決めておいたシード地を入れて、あ、お、すごい運がいい。目の前に村がありますよ。めちゃめちゃ運がいい。いや、これ自然生成なんですよ。シード地しか全然使ってません。はい、嘘。使ってます。使ってるからそんないいシード地ができるんです。だって使ってなかったら、普通僕みたいにさ、ゴミクソシード地になるはずなんです。なんでこんなモブがいるんですか？やめてください。クイトリアマニュアルを確認しよう。マニュアル、ステップ1。スケルトンに見つかった時は、穴を掘ってやり過ごす。ステップ2。もし別のところに行ってしまった場合は、もう一度そこから戻って、作業台を組み直して、鉄インゴットを作る。ステップ3。繰り返す。さすがだ。鉄インゴットは30個。そしてなんでか運がいいのか悪いのか、TNT を1個作れるぐらいの火薬は手に入っちゃっている。僕、別に50人クラフトじゃないから TNT とかいらないんだけどな。普通のサバイバル企画で TNT なんて必要か？まあいいんだけどさ、爆発するの楽しいし。あ、なんだ、花崗岩とかそういうのも一括破壊できるのか。おっす、オラゴッドコータン。おめえの名前は？オラ、チチ。チチか。いい名前だな。SCP の要素に触れたいな。ちょっと、なんでこんな SCP の要素が全くねえんだよ。パート0として出そう。そうすれば、パート1とは別ですよ。はい。いや、プレリリースというか、なんというか。こうやって、一回掘るだけで、鉱石がたくさん手に入りますよね。これは SCP-106793 の、仕業です。一個ブロックを掘ると、その周りにあるすべてのブロックを破壊することができてしまいます。鉱石が全部取り尽くされてしまうことによって、文明崩壊の K クラスシナリオが起こってしまうのです。ちなみに K クラスシナリオっていうのは、SCP とか、まあ、世界が崩壊してしまうシナリオのこと。なんだかんだ言ってさ、たくさん鉄とかゲットしちゃったんだけど、僕のそのやりたいことってこういうことじゃないんだよな。なんかこれ普通のマインクラフト実況だったら、いやー、今日はたくさん鉱石が集まってとても順調ですね。それでは次回お会いしましょう。さよならみたいな感じで終われる雰囲気なんだけど、残念ながらこれって、その、モッド実況なんだよね。ネザーいけるんだよね、僕。バケツ作って、火打ち石あるから、勝ち。ぼ、あ、ネザー行けました。みたいな。そんなことが、できちゃうんだよな。とりあえず、溶岩。もう一つかまどを作って、で、その中に、砂と、石炭を、一つ。で、このガラスブロック二つと鉄インコットができたので、例のアイテムが作れるようになりました。こちら。インフォメーションタブレット。このタブレットを使って何ができるんでしょう。もしかしてあれ？ SCP に向かって、このタブレットをかざしたら、相手がどういう見た目でさ、SCP なのかっていうのが、一目でわかる感じ？そういうイメージっすか？鉄あれば、なんか SCP 関連のものとかできたりするかな。SCP トークンって何すか？ SCP トークンで何ができるんですかね？ちょっと、これも気になる要素ではあります。みんなちょっと教えてくれない？そう、いろいろさ、SCP についてとか、僕もよく、調べたいから、コメント欄に SCP こんなのあるなぜ知ってたみたいな、こんな感じですよみたいな教えてくれる人がいれば、ぜひコメント欄で教えていただけるとありがたいです。今こんな感じでめちゃめちゃ汚いブランチマイニングの方法やってんのよ。前回言ってたさ、なんたらかんたらってあったじゃん。なんたらかんたらって鉱石。なんて名前だっけこいつ。テレキルオア。そう、テレキルオアだ。このテレキルオアって何に使えるのかさっぱりわかんないけど、とりあえず、モッドの要素ってことはわかる。村を見てたから、さっき見てたやつなんだけど、それに住むことにした。ここに永久的に住むわけじゃないんだけど、とりあえず、SCP-990 You look afraid, don't be afraid. This is a dream, the last dream you many ever have. You nightmares are coming. SCP-990 ドリームマンっていう SCP らしいよ。夢の中に出てくる男の人で、これから起こりうるであろう悪い噂みたいのを夢の中でお知らせしてくれる、そんな SCP だったような気がする。詳しくはこっちの解説見て。ちなみにこの You なんたらかんたらって説明出てんのは、怖い顔をしている、恐れてはいけない、これは夢だ、君が見る最後の夢だ、悪夢がやってくる。何か起きんのか？
このベッドでこの村で寝たことによって何か起きようとしてんのか。僕さっさと寝たいんだけど、どこで寝たらいいかな。普通に寝かせてくれよドリームマン。怖い顔。まあ、確かに否定はしないけど、まず紙を作って、ザ・オフィシャル SCP なんたらってのを作ります。これを開くと、お、すごい SCP っぽい何かが、作れる。まあこれあるから別になくてもあってもいいんだけど、次回はちょっと探索行ってきますわ。おっす。